フランシス・プレイス・ポートレート・ディ・マクリーズによる肖像。フランシス・プレイスは、イギリスの社会改革運動家。ロンドン生まれ。父は、ドロリー・レーン通りの近くにある債務者用監獄の監視をしていた。10年間の学校生活の後、カワズボン製造の土手として奉公する。18歳の時には、独立した職人となるが、1793年に、起こった。 同業者ストライキのリーダーとなったために、ロンドンでの仕事をすべて断られ、この時期に、プレイスは読書と研究に専念することになった。1799年から仕立て屋に転じて成功し、同時に、ロンドンの政治改革クラブのいくつかに所属し当格を表す。1807年には、議員候補として、フランシス・バーゲットを支持し、ジェームズ・ミルフ氏やベンサム、ロバート・応援。 ウィリアム・ゴドウィン、トーマス・ホジ・スキンなどの旧神派の人々と交際するようになった。ベンサムにとってプレースはジェームズ・ミルと同じくらい頼りになる世俗の実務についての相談相手であった。1817年に仕立て屋を閉店して公教育や労働者組織の運動に本格的に携わり始める。マルサスの人口論の影響を受け、1822年に イラストレーションズプラフス、オブザ・プ o ンシプルズ・ f the Principles of Population を出版し、15歳以下の男女への否認策を奨励している。これはイギリスで三次制限の組織が確立する50年も前のことである。1824から25年の議会では団体禁止法反対闘争に加わり廃止案を通過させることに成功した。 1830年代以降の活動は目立たないが、ウィリアム・ラベットなどを通して、初期のチャーティズム運動に関わっている。1835年から翌年にかけて、ロンドンの職工たちを政治的に組織する努力を強め、成立したばかりのロンドン労働者連盟の会合にも参加している。ありがとうございます。